続踊り字登場。新型クラウンシリーズ、クロスオーバーの現状は ?2023 年4月12日、トヨタは新型クラウンシリーズのうち、未発売りだったクラウンスポーツ、クラウンセダン、クラウンエステートについての追加情報を公開しました。一方、すでに販売が開始されているクロスオーバーの現状は どのようになっているのでしょうか新たに公開された情報は内外装のデザインやパワートレイン、そして発売時期などです。さらに2023年4月下旬には第2弾となるクラウンスポーツの体感イベントが行われ注目を集めています。一方、クラウンシリーズの第1弾として 2022年9月に発売されたクラウンクロスオーバーは、すでに街の中で見かける機会も増えています。セダンと SUV を融合させたような近未来的なスタイルが話題となったクラウンクロスオーバー自動車販売連合会による新車販売台数を見ると、2022年9月の発売直後は月間2000台から3000台の販売となっていたのに対し、 2023年は月間3000台から5000台程度にまで伸長しています。新車販売台数のカウントは注文時ではなく納車時、登録時に,に行われるため、クラウンクロスオーバーの納車がだんだんと進んでいることが浮気へ伺えます。ただ、現在納車が進んでいるのは発売直後に購入したユーザーのようです。 2022年9月から2023年3月までの6ヶ月間で販売された。登録されたクラウンクロスオーバーの数はおよそ2万6千台となっています。一方、トヨタによればクラウンクロスオーバーが発売されてから約1ヶ月の間の受注台数は約2万5千台だったと言います。つまり、発売直後にオーダーしたユーザーでも およそ6ヶ月程度の納期となっていたことがわかります。では、現在の納期はどの程度となっているのでしょうか。首都圏のトヨタ販売店の担当者は次のように話します。2022年4月現在、クラウンクロスオーバーの納期は、RS、GX ともにおよそ1年と案内しています。 RS の方が若干早く納車できる可能性はありますが、現状では1年程度お待ちいただくと考えていただく方が良いかと思います。トヨタのサブスクとなるキントをご利用いただいた場合、G では5から6ヶ月程度、RS では6から7ヶ月程度で納車できる見込みです。また、別の販売店担当者は、 クラウンクロスオーバーの人気グレードについて次のように話します。最も多く販売されているのは 2.5L ハイブリッドの最上級グレードである G アドバンスドレザーパッケージで、その次が 2.4L ターボハイブリッドを搭載した RS アドバンスドです。この2つのグレードでおよそ7から8割を占めている印象です。 上質さを求めるのか、それともスポーティーな走りを求めるのかによって、パワートレインの好みは分かれます。しかし、いずれの場合でも最上級グレードの人気が高いのは、クラウンならではと言えるかもしれません。ボディカラーについては、プレシャスホワイトシルバー、ブラック、プレシャスメタルという順で人気のようです。いわゆる、 白、黒シルバーの順です。クラウンクロスオーバーでは、バイトーンのカラーリングが用意されていることも大きな特徴なのですが、実際には選ばれるお客様は少ないのが実情です。やはり、バイトーンは少々派手に感じるお客様が多いようです。前室の担当者によれば、クラウンクロスオーバーが納車されたユーザーからは、 その乗り心地に満足をしている。デザインが気に入った。体感するとクラウンらしさがわかるという反響があったと言います。歴代クラウンとは似ても、似つかないスタイリングへと生まれ変わったクラウンクロスオーバーですが、ユーザーの満足度の高さは過去モデルのイメージをしっかりと受け継いでいるようです。